な腐敗臭が立ち込める暗闇にいた。あまり匂い感じねえんだよこっちは。歩こう歩こう、私は元気に見えるかな、お前らの目には。何してんだ、もっと上だ、早く来いよ。いちいち呼び出すなよ、俺は自衛隊じゃねえからな。ここは一体どこでしょうね。俺今めちゃめちゃ具合悪いからな、言っとくけど。ヒヒー、ママミヤー。はい、整いました。ゴキブリとかけて視聴者の皆様と解きます。その心はどちらもゴキピピ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 ピ。あーよよよよよよよお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 よ、ゴキブリの G はご機嫌の G だからよ。ヒヒヒヒヒプレイヤーの皆様へ。このゲームには特に害虫に特化した描写やグロテスクな表現が含まれます。それらの表現が苦手な方はご注意ください。あ、こういう感じの音楽で始まるのね。オッケーオッケーオッケー。というわけでウィッシュは今回もやっていこうか。今回やっていくゲームはバッドライフある虫の一生っていうね、俺ゴキブリ嫌いすぎてゴキブリとか出たら少し離れたとこに住んでるお母さんとか平気で呼んじゃうんだけど、それくらいゴキブリが、まあ、なんでさっきから俺が咳がちょっと多いかっていうと、皆様のご想像の通りです。コロナウイルスに感染しています。熱もあるし、咳もあるし、結構具合悪いんだけど、俺そろそろゲーム実況始めて1年くらい経つのかな。で、月水金は必ず動画を投稿するって、最初の1本目から決めてずっとそれを守り抜いてきたわけなんですよ。まあ今は週に月水金は動画、火木土はショート動画の計6本になるんですけど、なので今回も例外なくこの声が出る限りゲーム実況をしてね、投稿していこうと思うので、ちょっと咳が多かったりしたら、まあカットでなんとかするかもしれないんですけど、そこはよろしくお願いいたします。というわけで行ってみよう。目が覚めると俺は強烈な腐敗臭が立ち込める暗闇にいた。あまり匂い感じねえんだよこっちは。なあ、嫌味かお前それ。足元は柔らかく、それでいてツルツルしている。なんだなんだ、湿度もかなり高そうだ。だがなんだろう、不思議なことにとても居心地がいい。変わってんな。ここは一体どこでしょうね。まあ待って、このスタイルはこのスタイルでありかもしれない。俺今めちゃめちゃ具合悪いからな、言っとくけど。おう、起きたか兄弟。え、うわ、巨大ゴキブリ？うわ、気持ち悪い。なんだこれ、もうカサカサ具合が尋常じゃねえ。え、もうここまでツルツルしてると逆に清潔なんよ。何冗談言ってんだよ。喋れるのかこのゴキブリ。いい加減にしろって。それよりよ、今日うまい飯が入ってきたんだ。ほんとに？食いに行こうぜ。まあ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 、じゃあ。なんだ？そうか、これは夢か。昨夜は会社から帰ってきて何も食べずにすぐに寝てしまった。空腹がこんな夢を見せているんだな。まあ、どんなに腹減ったってこれが飯には見えねえけど。とりあえずこいつについていくか。はーい。ちょっと喉声だな。喉声？喉声ってなんだよ。鼻声だろ。なんだよ、喉声って。何してんだ、もっと上だよ。超ウケんだけど、マジで。待って。このスタイル一周回ってウケるんだけど。はい。何してんだ、早く来いよ。早く。え？おー、びっくりした。え？え？あー、こうやって操作すんの？あー気持ち悪い、ゴキブリ操作してる。上？こっちか？こっちか？これさ、これでも操作できる。オッケー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 。オッケー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 。操作のやり方はマスターしたぞ。カサ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 。うわー、やべえ！お前らの家みたいになってるよ、ほら。上？上か？ん？どれ？もうさ、こうやってやってるとさ、もうどれが俺かわかんないだろ、見てる方は。なあ。うわ、あったらしい。お、雪崩みたいだな。気をつけろ。早く言えよ、そういうのは。おーし。ちょ、待って。待って、これ一生面白いんだけど。もう逆、もうここまでツルツルは逆に清潔よ。このゴキブリ。ほら。めっちゃカサカサ言うし。なんだこれ。あ、オッケー。任せろ。はい。おー、無理があるだろ、これ。負けないから、俺は。負けないから。よし、行くぞ。これさ、一番下、あ、この辺にいてね。この端の方で避ければいい。はい。あ、ダメ。全然ダメだわ、これ。俺さ、なんでさ、流行りのコロナウイルスの最中にさ、大嫌いなゴキブリをさ、操るゲームをしてんの？
避けるぞ避けるぞ、はい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 、はい、ゴキブリ舐めんなゴキブリ、今の避けたじゃん。いやゴキブリそんなに弱くない、ゴキブリは強い、首だけでも生き抜く。お、お、待って、お、お、あ、生きてる生きてる、俺かと思ったら違うやつだった。おーし、ほいほい、え、これでもう一回なだれ来る、もう一回来るかこれ、もう一回来るなこれな、ほらほら来た、ほらなだれだとか言えよ。よーし、行くぞ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 、舐めんなよ舐めんなよ、これパターン同じかもしかして、あ、パターンは一緒だな、ってことはこれでもう来ない、これはもうこれ来ないんだよ。ヒヒーマンマミーヤー、はい整いました、ゴキブリとかけて視聴者の皆様と解きます、その心はどちらもゴキ、うわーまた来るか、来るぞ来るぞ来るぞ、おい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 、ありがとう、ちょうど潰してほしい気分だった。見えてから避けるんじゃワンチャン遅い説あるな、これ暗記ゲームじゃん、ざけんなよ、フラッシュ暗算かよ、はい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 、完璧完璧、おい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 、さあ避けるぞ避けるぞ、まずはほい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 、当たり判定がすごい、ほいほいほい、よーしまずこっち安全、こうこうこう、よーしよーしよーし、オッケー、第一ステージ関門突破の、はい次ここここここはここはこっち安全こっち安全、はい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 、よーし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 、ね、雪崩は3つなんだよ多分で、問題はここここのパターンがわからん、一番右行くかとりあえず、あ右はアンチじゃない、なよーし、行くぞ。まずこれは一番右にいれば安全。で、ポーン、ポーンと来てポーンだからね。はい、安全でしたってことで。いい加減ゴキブリの気持ちが分かってきた。まずこう。こう。まずここ。こう、こう、こう。はいはい、オッケーオッケーオッケー。で、で、次第二関門。第二関門は右に二つ来るから、こう、こうで、なんで俺がやられてんのかがわかりませんと。よし、これで問題の第三関門。いくぞ、いくぞ、いくぞ。いくぞ、どうだ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 、ほい、ほい。よし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 、ゴキブリの G はご機嫌の G だからよ、イヘヘヘヘ。これってお前、腐った肉。いや、確かにうまそうだ。だろ？おかしい。なぜこんなに腐った肉に惹かれるんだ。主人公は、ゴキブリになっちゃったってこと？人間だったのに。奴が来る前に食っちまおうぜ。奴？何奴って。お前なんか今日おかしいぜ。さっさと食って隠れないと連れ去られるぜ。あ！ゴミ収集車か。俺がいたのは、ゴミ収集所のストッカーの中だった。そうか。あいつらは巨大ゴキブリじゃない。俺の体が縮んでいたんだ。命からがら集積所から逃げ出した俺は物陰へと場所を移した。ふと水たまりに水をやると、ふと水たまりに水をやると、まあいいや、そこには一匹のゴキブリの姿があった。俺が手を振ると水たまりのゴキブリも手を振った。そう、俺はゴキブリになっていたのだ。なんてこった。夢とはいえ、ゴキブリに。まあ、大体ね、この動画を見てるご視聴者様の皆様もね、まあ、ゴキブリ。とにかく、外にいるのは危険。そして幸い、ここは借りているアパートの近所だ。キッチンの窓はいつも少しだけ開けてある。そこから家にも入れる。ひとまずアパートに帰って安全を確保しよう。あ、まだ続く？これ。ん？あ！よし、帰るぞ。俺帰るから。あ、今度は横限定。ほいほい、ほいほいほい、ほい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 、ほいほいほい。みみ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 み
前のそのご自慢の綺麗なクスもよ、ゴキブリだ。グーの根も出ない。くそー。あ、グー。よし、問題のガムゾーン来るぞ。ガムゾーン、はい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 危ない危ない。死ぬ思いでアパートに逃げ帰り、一人気づいたその時、後ろで俺を呼ぶ声がした。誰これ。よう兄弟、なんかいるね。かっこよさそうなやつ。まああれだよな、まあなんか遠い目で見れば仮面ライダーもなんかゴキブリに似てね。なんかお前生きてたのか。おいおい、俺らはなんだ、ゴキブリだろ、簡単には死なねえって。まあでも実際そうだよな、本当にな。それより、ここお前の縄張りか？いいとこ住んでんじゃねえか。俺もここに置いてくれよ。それは家主に言え。あ、こいつ家主なのか、一応。一応こいつ家主だったな。冗談じゃない。同じゴミの肉を食った仲じゃねえか、兄弟。違う違うんだ、俺は人間なんだ。目が覚めたらこんな姿になっていたが、俺は人間なんだ。ここは、俺が、昨日まで人間だった俺が住んでいた家なんだ。お前、とにかく家の様子を見てくる。お前はどっか様子は行ってくれ。え、どっちがどっち。じゃなきゃ人間に戻ったら潰すことになる。優しくしろよ。お前も一度ゴキブリになった仲じゃん。おい待て、行くな、行っちゃダメだ。何、まだ続くのこれ。よしよしよし、行くぞ行くぞ行くぞ。ほい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 。ねえ、ほら来いや来いや。どうしたクモさん。おい、どうしたクモさん。足の数が多いだけでとんだノロマ野郎だな。ほら、愛用が上手、愛用が上手。ピー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 、あんなの。あー、今度こそ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 いけるよ、いける。待て待て待て、これ逃げるとダメだ。逃げるんじゃなくて一緒に行こう。こうやって一緒に一緒に一緒に行こう。一緒に。お前なんでそっちから来たんだよ。よし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 、学んだ学んだ。はいはい、でこれ次は、あ、オッケー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 。おお、ママミーヤー、ママミーヤー。およよよよよよ、次どこだ、次どっちから来る。そっちだ。オッケー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 。まあ人間とかさ、猫とかに比べたらだいぶイージーだわ。ほらほらほら、もうこんな動きできる。ほら、おいでクモさん、雑魚が。あ、引っかかった。まあでもね、もうよ、楽勝、イージーイージー、もう全然イージー、もう全然イージーよ。もうこうして、次こうして、でまた次もこうして、あーばばばば、同じとこでやるとこだった。ん？おいしい！おいしいよ！おいしい！家を見渡すと、俺の寝室には鼻を刺すような匂いがする巨大な物体があった。その上では数えきれないほどのゴキブリ、ハエ、ウジが楽しそうに騒いでいた。ゴキブリたち、こいつは食っても食っても食いきれねえや！ここは天国だぜ。ほら、お前ももっと食えよ。坊やたち、やっと安全の地を見つけたわね。この家でたくさん子供たちを育てましょう。わーい。この巨大な肉はまさか、俺は、餌になっちゃったのか。見ちまったのか。前にもいたんだよ、お前みたいな奴がさ。一緒に人間だった頃の家を見に行ってよ。ま、形は違うがよ。もう一度生きるチャンスをもらえたんだ。楽しく行こうぜ、兄弟。俺は死んで、これが俺。ああ、宝山団子食いやがったか。ゴキブリライフも捨てたもんじゃねえのによ。
お前には悪いが、俺は特殊性書院が来るまでここにいさせてもらうぜ。ただのゴキブリのゲームかと思ったらめちゃめちゃストーリーがある。結局自分はお亡くなりになって餌になったってこと、そして耐えきれず宝山団子を食べてその生涯に幕を閉じたみたいな。怖っ。でもさ、このゲームやったらさ、なんかゴキブリにもいろんな人生とストーリーがあるんだなと思って、これからゴキブリを見かけてもね、俺は、ゴキジェット3巻分はかけることにします。はい。というわけでね、ゴキブリの皆様お疲れ様でした。今回はここまで。お疲れー。